皇族特権、裏口イルート、久人様の定型公制度、受験へ厳しい批判、関係者が、祝福では我が強くないとやっていけない、と懸念する理由、皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。制度の詳細は非公開だが、毎年成績優秀な生徒数名が、 推薦と内部審査を経て相手校に進学できる。もともと両校の縁は深く。共に師範学校を前身とする歴史的背景もあり、大学間連携協定に基づき締結された。お茶商から畜府中に進学の際は、男女どちらも制度の対象になりますが、お茶中から畜生校進学にあたっては男子のみが対象です。一方、 宿府から女子校であるお茶高へは当然、女子しか来られませんが、宿府での人間関係をリセットしたい、友達との仲が少しれた、という、あまり表では言えない理由から制度を利用する生徒もいるみたいです。当然、この制度は、久人様が正午の時に導入された。高校入学の今年までの5年間の次元的措置だったことから、 久人様を優遇するための制度との見方が根強くある。今回の進学にあたっても、皇族特権に対する不満、週刊女性、2月15日号、裏口ンルート、週刊新調、2月17日号詞など厳しく批判する記事が相次いだ。そのため合格発表後、筑波大学の永田田京介学長は会見で、 久人様のために作られた制度ではないとわざわざ説明し、さらに5年間、制度を延長したことを明らかにして火消しに出ざるを得なくなった。久人様は3年前、中学に進学する際にも地区生に進学する可能性があった。結局、内部進学したのは、姉のま子さんと小室圭さんの結婚騒動で、 秋篠宮家に対するバッシングの嵐が吹き荒れ、制度利用でさらなる批判を招かないための判断があったと言われている。だが、本当の事情は多分違うと前室の学校関係者はこう語る。中学進学の際は、男の子が二人と女の子が一人、定型校進学制度を利用して、祝福に進学しています。 この三人はとにかく優秀で断突に勉強ができました。これらの生徒たちに比べて、当時の久人様が勉強ができたかというと微妙なところがある。定型校制度の枠を望んでも難しかったのかもしれません。文芸春秋編集部、文芸春秋2022年4月号、小さい頃から死に物狂いで勉強していた子。 そこまで必死ではなくてももしなどでいつも良い成績を出していた子。明確な目標がありそのために努力を続ける子供。世の中には頑張っている子供など星の数ほど存在するが、それでも全員が行きたい学校に合格するわけではない。希望する学校への進学が叶わなかった子供や親がこの記事を読んで納得できるのだろうか。 進学校は1.2点のビビタルさでご縁がいただけなかった子供さんがいます。この推薦制度で少なくとも1名は泣いている子供さんがいるわけです。我が家は中学受験をしました。行きたい旅行を我慢し、目標に向かって親子で頑張った日々は良い思い出です。しかし、同じ塾に通っていた子供さんでもご縁がなかった子供さんもいます。 我が家は幸いご縁をいただきましたが、受験の厳しさを知っている親御さんからすれば、この推薦制度は心穏やかではいられません。それは不合格になったお子さんを持つ親御さんもそうですが、我が家のように合格をいただいたお子さんを持つ親御さんも同じです。日本の外の様子を見ると好き勝手に、権力でやりたい放題は今注目されている。 そのうちこの子たちだって成長して今の理不尽が生きていくうちにそこかしこにあることを思い知るよ。日本は社会主義国じゃない。みんな横並びで同じ暮らししてるわけでもない。泣いても笑っても生まれた時に順位はついてたりするもんだとそのうち大人になりながら嘘の正義を見抜いていくよ。勉強に必死になりすぎて大人になってなんでこんな世の中なんだと絶望しないたくましさも。 培ってほしいね。このお子さんは生き物が好きで友達と楽しく過ごすのが好きな、のんびりした優しい男の子なのではお姉さんの結婚で家の中がピリピリした時は心も痛めただろうし、なんか普通の子というイメージがある。そんな子が、がの強い、負けん気の強い子でなければやっていけないような学校で、楽しく過ごせるだろうか。ましてや、東大とか、 絶対本人の意向ではないでしょう。下手をすると将来、私天皇には向いてないので、やめます、とか言い出しかねないよ。定型校進学制度の詳細は非公開というのはおかしい。それでは説明責任を果たしておらず、疑念を持たれても仕方がなく。そのことが今回のように世間から疑念を持たれる要因であると思います。入試にまで。 忖度するような日本になってきたのでしょうか。学問に王道なし、とは死後になってきた日本でしょうか。秋篠宮家一家はいつも責任説明から逃れてばかり。ま子さんの数ある小室問題も、うやむやに強引結婚。かよしの不正受給問題もどうなった何年も国民を欺き謎資金で渡米させ小室を白付けしたが結局試験失敗。 病気もどうなったそしてそんな話題の過中なのに。しれっと家庭含め50億円もかけて秋篠宮新邸を昨年完成。これもこんなに大金かけたなら少しは公開すれば良いのに全くなし。で、懲りずに今回は坊っちゃんのこれ。もちろん多少の損度は仕方ないと思うしあっても良いと思うし他の皇族方はそれなりに責任を果たしているが。 秋篠宮一家は問題ばかりであまりにおかしい。なる人さんがお茶の水中に入った時から、定型校制度が可能な地区生高に入ることは決まっていたということだと思う。なぜなる人さんがお茶の水って思ってたけど、高校への進学の布石ができていたって思うと、納得できるし、畜府から東大も決められた路線だと思う。皇族であるなる人さんが、 定型校制度を利用して落ちるはずもなく、頭が良いから合格できたわけでもなく、この制度が使える中学を選んだ時から、祝福合格は決まっていたと思う。きっとも、どんな成績、学力であろうとも、東大にも入学確定しているんでしょうね。あとはどんな方法や制度がひねり出されるかだけで。一つはっきりしているのは、親子全員、本当に優秀だとしても、 全く信用できなくなったってことですね。ご両親の研究だって、共同執筆者や協力している研究者が肝心なところは全部書いて、名前だけなんだろうなとしか思えなくなりました。そんなに学術優秀かどうかなんて求めてないんですけどね。必要なのはもっと違う部分なので、ご本人が望んでいるならまだしもで、 楽しい高校生活を送ってほしいと思いますが、もし親のエゴで望まない進路を取らされているならお気の毒だなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。